ただいまより小学3年生男子軽量級の試合を開始いたします。審判団の入場です。主審久保田、副審平山、清野、砂川、大場、以上五子審判団です。ゼッケン236番金子、白ゼッケン237番押田、しょめれ主審ね、与えれ構えて前蹴そう、もう一回もう一回そう、もう一回Thank you.
手の判定勝ちです。第3試合目、赤ゼッケン240番池田、失礼いたしました、赤ゼッケン241番新井、白242番宮地、出身2年答える甘えて右の当て抜け、右の当て抜け、ああ、それそれ
判定勝ちです。第5試合目、赤ゼッケン245番上原、白246番吉野。
手の欠場により白斉藤選手の判定勝ちです。戦勝です。失礼いたしました。第8試合目、この試合をもちまして審判団の交代をいたします。赤ゼッケン253番ゴミ川、白ゼッケン254番出待ち、ただいまの試合、白出町選手の判定勝ちです。ここで審判団の交代です。試合の進行状況は大方は第9試合目、赤ゼッケン256番西野、白ゼッケン257番大塚、
施工に就く方は2名までとなっています。施工に就く方は2名までです。
試合、赤藤原選手の判定勝ちです。第12試合目、赤ゼッケン238番久保、白ゼッケン241番新井、失礼いたしました、白ゼッケン240番池田、はい、ナイスインだぞ。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 は
手の判定勝ちです。続きまして第14試合目、赤ゼッケン246番吉野、白ゼッケン247番田中、
ゼッケン254番出待ち。オス正面にね。オスオスお互いね。オス頑張って休め。
左中段から打ち。
代白池田選手の判定勝ちです。続きまして第21試合目、赤ゼッケン241番新井、白ゼッケン247番田中。
止めず速攻
手の一本勝ちです。第25試合目、赤ゼッケン119番島田、白ゼッケン120番今越、正面に礼、主審に礼、長井に礼、相手走らずいいよいいよいいよ、どんどん出せ、いいよ、
ただいまの試合、白田中選手の判定勝ちです。続きまして第27試合目、この試合をもちまして5分間の休憩に入ります。ゼッケン赤248番西、白ゼッケン260番西、まげろ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 
正面向いて判定取ります。判定赤1、2、3、4、5、赤正面レイ。ただいまの試合、赤池田選手の判定勝ちです。優勝者の皆様は西側のトロフィー、引き換え所にてトロフィーを。ただいまより小学3年生男子低重量級準々決勝を開始いたします。東側の元スポットトロコリを赤、ゼッケン247番田中、白、ゼッケン260番西。はい、正面にレイ、主審にレイ、反対にレイ、
の結果、白小原選手の優勝が決定しました。審判団はご講談ください。正面にレイ。